せーの、じゃん。すごいな。こんにちは。こんにちは。よいしょ。来て。来て。よいしょ。はい。映画店長。映画店長来ました。改めて、こんにちは。こんにちは。ゆる映画です。ゆる映画よ。店長です。映画です。映画です。今日は何でしょうか。今日は買い物してきたので、それを紹介します。はい、YouTube でこすりまくってる。コストコ買ってきたよっていうやつです。まず一つ目とかも順番に行こうか。はい。じゃあ大きいのから。はい。まず生活必需品。生活必需品。洗剤。アリエル。6個入り。何ヶ月分？半年から1年ぐらい。中身は、はい、あれ、これが6個、はい、アリエル、はい、よいしょ、はい、ちょい、このジョイは初めて見たね。そういつもなんかアメリカンなジョイ、怪しいこれは。どんな。ああ、ジョイの。これ継ぎ足しなんや。ボトルじゃなくて。ジョイ。これが。2個。はい。これももう鉄板。あれ、これ、これも鉄板。キッチンペーパー。はい、次。はい。はい。家川さんの。家川さんのお掃除グッズ。4つセット。次。懐中電灯3つセット。なんで？来たるべき南海トラフに備えて、うちだけ、うちの家族は生き残る。ちょっと1個開けてみます。はい、はい、なんかいかにもアメリカンって感じ。こういう時のために、多分いつか使うと思って、はい、我が家は抜け目なく買いました。電池。単4と単3。いっぱい入ってる。単4は何個入り？それで。20個。単3は40個。はい。20、40。常時にこの3、4、4本があるかっていう話はあるけどな。はい、行きましょう。行きます。おー、結構明るい。次から食品でしょ。はい。はい、次。どんどん。ドレッシング。ドレッシングとドレッシング命じゃねえぞ。ポン酢やって。ポン酢がないと死んじゃうからね。これ美味しい。これ美味しい。いいじゃん。特にコメントすることはございません。はい、
次はこれ。これ先生、美味しそうですね。クロワッサン。クロワッサン、ミニクロワッサン。レーザーがめっちゃ狙ってる。狙ってます。これなんかスカスカでしょ。うん、もう食ったから。20個も入ってる。次。急に。おつまみ。このね、トウモロコシとね、枝豆、銀杏。それ最強だね。ビールに。最強だね。気がついたらカートに入ってた。多分美味しい。これは結構ね、有名。しっとりのしっとり滑らかバーム。しっとり滑らか。全然違う。これがね、美味しい。なかなかね、売ってないんですけどね。今日はラッキーに、ね、売ってる。何個入ってるの？16個。ユーザーが覗きに来た。こんなのね、はい、16個入ってる。賞味期限は半年。半年ぐらい。美味しい。美味しい。あんまり甘くないから、甘いの苦手なこれも食べます。はい。行くよ。ドン。ちょっと小腹が空いた時、もしくはお弁当、もしくはご飯つまめるかいとチンでいいですね。はい、こっからすごいよ。はい、肉何グラム。じゃあこれはロースの薄切り、豚肉ロース薄切り。これはね、100g、208円。 208円。 安くない？美味しいもんな。美味しい。肉の味が全然スーパーのその豚肉と全然違う。そうだな、言ってますよ。よっしゃ、また肉。豚バラ。今日はしゃぶしゃぶ用、これで、グラム138円で、パックは 2.8kg、結構豚バラよく使うので、何でも使うからね、毎回買ってます。よいしょ、よいしょ、よいしょ、また肉。これも全部牛はね、うちには口に合わない。口に合わない。うちは豚しか食べない。はい、これは三元豚ロースのしゃぶしゃぶ。グラム104円で。安い。2.8kg。このしゃぶしゃぶ肉もすごい美味しくて。美味しいな。ペロよ、ペロよ、ペロよ。次、最後。ビッドン、これもド定番。はい。鶏もも肉。2.5kg。ドン。これね、これもね、全然スーパーの鶏肉と全然うるさいの。帰って帰って帰って。映画うるさいのも飛ばすよ。はい。スーパーのもも肉と全然違う。全然違う。ジューシーだし。いいよね。ぶっといし。今日はこれで。今日はこれで唐揚げ作ります。ゼンちゃんだ、はい、以上です。以上ご紹介で一回広いところで広げてみたいと思います。はい、すごいな、こんな感じでまあまあの買い物になりました。これでしばらく生きていきたいと思います。じゃあユッキーさん、最後いくら塗りましたか今日は。今日の合計金額は 3万 4000
以上、コストコ買い物紹介でした。またね。またね。こうしてこう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 